ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。武田邦彦です。今日は資本主義から人間主義へというものの実は5回目なんですけども、人間主義という言葉があまり適当ではないんじゃないかというご指摘がありましてね、コメント欄を作ったもんですから、早速コメント欄で非常に、建設的な有意義な、ご意見をいただきましてね、それで実は人間主義でもいいような気がするし、しかしこういう新しい言葉っていうのはですね、こう皆さんのこう、まあ、合意って言いますか、皆さんにしっくりいくような言葉を探していかなきゃいけないんですね。まあそういう点では今現在我々が使っている言葉っていうか漢字のほとんどはですね、福沢諭吉なんですよ。まあ福沢諭吉以外もやってますけどね、やっぱり明治時代の人っていうのは非常に語彙が豊富だったんでしょうね。全部例えば民主主義だとか国家だとか、まあ全てはそういうヨーロッパから受け入れたものを英語から、主に英語から、漢字に直したわけですね。この人間主義なんていうのはもっとさらに難しくてですね、もともと資本主義の次の主義ってないんですよね。それをまた主義と呼ぶかという問題もあるんですね。民主主義っていうのは、これはまあ選挙形態というか政治形態なんですね。で、資本主義っていうのはこれ社会の経済を回す方法っていうかですね、そういったものなんですね。で、人間主義っていうとどっちを指してるのっていうのもあるわけですね。まあ、この場合は資本主義に対する言葉ですから、だから社会の基本的システムも封建主義でいくか、まあ、封建主義っていうのも民主主義はちょっと入ってるっていうか政治形態も入ってるんですけどね、必ずしもその論理が統一してるわけじゃありません。だけども人間主義っていうのはちょっとずれてるかもしれないということで、まあ昨日一晩考えましてね、人生主義かな、落語主義が本当なんですね。人間っていうのは個人で生きてるんじゃなくて集団で生きてるわけですから、集団へ一気に変わるということで落語主義でもいいんですけども、落語主義ってまだちょっと馴染んでないので、まあ言えば現在の資本主義から人間主義、人生主義、落語主義っていうふうにこうだんだんみんなの概念が変わっていくと思うんですね。まあそういう点ではやっぱり人生主義かなと思いまして、今日から資本主義から人生主義へに変えました。ただそれは内容的に同じですから、シリーズとしては5番ということで、そのうち落語主義に変わるかもしれません。まずまあ簡単に整理すれば、拝金主義、お金中心というのが資本主義での価値観ですね。お金が全てである、株式会社は株主が一番力を持ってる。いやそれもですね、随分コメント欄に、いやいやステークホルダーだいたいステークホルダーっていう、僕英語を使うのが嫌いなんですね。ステークホルダーっていうとですね、まず一つは経済とかそういうのを知ってる人が他の人を煙に巻く手段としてステークホルダーってしょっちゅう使うんですよ。まあ東大の先生なんかになりますとね、ステークホルダーとかしか言いません。つまり彼らはステークホルダーっていうのが日本人全部に分かるか、あんまりそういうことを普段から接してない人に分かるかなんて考えてないんですよ。考えてないっていうか、むしろ考えてるっていう方がいいかもしれないね。あんまりよく分からない言葉を使うっていうのは悪いインテリって言ったらあるんですけどね、たちの悪いインテリは必ずそうなんですね。ですから私はステークホルダーだったら何て言うんですかね、関係者っていうのかな、日本語では。関係者。例えば会社の関係者に対してっていうんですけど、それは私そういうコメントがありましたけど、私それはね違うと思います。私はまあもちろん従業員でもありましたし、研究所長でもありましたし、役員も何度もやっております。経営者でもありました。そういう点では武田は経営者でもないのにっていうコメントがありましたけど、それは私の一番最初に入った会社では経営者でありませんでしたけども、その後そうですね4つぐらいやりましたかね、経営者を。そういうことで、それちゃんと登記もされておりますから、ちゃんとした経営者なんですけど、まあまあ、そういうことから言ってですね、会社はまあ確かにね、株主総会ってのは年に1回ですから、大体はですね。ですからまあ年に1回株主総会での議題というのは固定されてますからね、株主が全権を持っているとは言いにくいんですが、株主が経営者を選びますからね。で、経営者というのはほとんど毎日のように会社を指揮しますから、まあ株主間接統治と言ってもいいような状態ではありますね。ただ形式上は株主総会が最も一番上の決定機関であって、必ずしもステークホルダー総会というのは僕はないと思いますけどね。関係者総会ですかね。ステークホルダーって使いたくないですけど。まあ、コメント欄に反論を書き込んでもらうんであれば、なぜ
関係者と言わないでステークホルダーというのかと。じゃあ関係者以外にもうちょっと踏み込んだいい言葉があればですね、できるだけ日本語でわかりやすく言うと。まあ、日本の明治の発展はですね、英語をそのままカタカナで使わずに日本語に訳したということでですね、我々は非常に便利な生活を送ってるわけですから、そこはやっぱり我々もですね、その意思を継がなければいけないと思います。ところで、まあ、人生主義っていうのは、まあ、落語主義と言ってもいいんですけども、個人で言えば人生主義、集団で言えば落語主義、それの価値観とは全然違うんですね。それをまずここで言っとかなきゃいけないと思いまして、ここでまとめました。つまり歴史的に見れば戦いに勝つことが大切だったっていう時代があったんですね。まあローマ帝国もそうですし、それから中世のイスラム国家もそうですし、それからモンゴル帝国もそうですしね。まあもちろんそういう世界帝国にならなかったものについても、まあ戦い、つまり他人のものは自分のものっていう非常に極悪な思想がありまして、この思想に基づいた時が戦いに勝つことだったんです。アリア人、つまり白人はですね、ごく最近まで他人のものは自分のものという思想で、まあ、現在でも白人も中国人も同じですけどね、ウクライナ戦争があったり、中国が外側に出っ張っていったり、アメリカが世界中を監視したりっていうのは、これみんな他人のものは自分のものっていう極悪思想ですね。日本は違います。その次に、まあ、17世紀ぐらいから産業革命が出てきて、まあ、それまではほとんどが人力でしたからね。まあ、家畜の力を一部使うっていうことで人力でしたから。物質生産は限定されてましたけども、産業革命からぐーんと物質生産が上がるわけですね。それまでの制度とぐーんと物質生産が上がった時の制度を変えたと。それが資本主義ですね。で、現在はもう物質生産は大体いいんです。開発途上国ではね、これからしばらくまだ物質生産が必要ですけども、まあ、世界の主力って言いますかね、G7 国、およびブリックスなんかはですね、一応物質生産が一段落はしてますからね。まだこれからは進みますけど、一段落はしてます。そういうことで新しい制度っていうか社会が望まれているわけです。それをまあ今ここでは今日からですけど、人生主義と。人生が大切である。これからは今まで軽視されていた生きていることっていうのを大切にする。で、今までのものについては AI とか自動機がやりますから。工場も人があまりいられなくなるしですね、ほとんど自動機器になるということになりますので、それはあんまりご心配なさらでいいということで、生きていくことを中心としますとね、今までは銀行員と野菜を買いに行く主婦とどっちが賃金が高いのっつったら、もちろん銀行員の方が高い。銀行員はまあ平均して1000万ぐらいもらう年間ですね。主婦はゼロ、もしくはアルバイトをやったにして、アルバイトって主婦の生活をやってくれるわけじゃありません。野菜を何万回買いに行っても0円は0円です。これはなぜかというと、お金を取り扱うというのは偉いと。それは資本主義ですから。しかし今度からは人生主義ですから、人生を健康に楽しく送るのが一番。ということになると野菜を買いに行くことが大切ですから、銀行員は0円。野菜を買いに行く主婦は1000万円。こういうふうになりますね。まあ今はね、私がこれを言いますと、そんなことはないよって反論はいくらでもあることは承知の上ですね。しかし今私が言ってるのは、資本主義から次の社会にどういう価値観でどういうシステムでいくかってことを手探りしてるわけですから、今までのことを例に出して反論してもらってもちょっとあまり建設的じゃないかもしれませんね。資本主義は明らかに行き詰まってます。アメリカを見てもですね、上位 1% の人が 30% の資産を持ってるとか、世界中を見ると上位30人の人たちが、下位30億人の人たちと同じ資産を持ってるとかね、ものすごく歪んでるわけですから、これがまともにいってるとは思わない。それどうしてそういうふうになったかって言いますと、やっぱりこれは300年間の物質生産の時代が終わりに近づいて、制度が変わらないので社会が歪んでるっていう状態だろうと私考えてるわけですね。まあ、それを覆すのは、お金を儲けるよりも人生を豊かにする方がいいという時代に変わっていってるっていうのもですね、この人生っていうのが落語主義なのかどうかっていう点で、今まだちょっと私も踏み込みが足りないもんですから、一応人生主義、個人の人生主義と集団の落語主義というのを2つ使いながらですね、探っていきたいというふうに思ってます。新しい言葉もそうですけど、新しい主義もそうで、新しい概念もそうで、
こういうものは今までの概念にとらわれちゃいけないけども、しかし一つ一つはあんまりぼんやりしちゃいけないということの制約がありますからね。そこのところうまくやっていきたいと思います。私は今のところですね、コメント欄なんか見ますと、そうだね、本当に今まで資本主義だったねと。だけどもう物質生産が終わりに近づいてるんだから、確かに人間主義と言えないこともないねっていう反応もありますんでね、もうちょっと話を進んでいきたいと思います。